はい、というわけで今日はいつもとは違う雰囲気で撮影しておりますね。というのも本日より自分はチャンネル名を変更します。なので、そしてその新しいチャンネル名はこちら、日常演舞の食音日記。これを今後のチャンネル名にしたいと思います。で、なんで名前を変えようかなと思ったのかと言います、もともとはいろんなことをやるようなチャンネルのイメージで今のチャンネル名を使っていたんですが、投稿していくとだんだん食音、まあ歌とかダンスですね、それらが中心になっていっているので、もうそれらを中心にしたチャンネルにしようかなと思って改名を決めました。で、日常演舞を残しているのはなんかコメントとかで演舞さんって呼んでもらえることが多いので、そこを変えてしまうのはちょっと不親切かなと思いましたので、今後も新チャンネル名ともどもよろしくお願いします。では、その新チャンネルに合わせてアイキャッチやオープニング、エンディングも新たに作りましたので、本日はそれをお披露目しつつまたレビューをしていきたいと思います。それではどうぞ。日常の食旅へようこそ。さて本日の歌はこちら、ではごゆっくりお楽しみください。松屋さんで本日から復活いたしましたシュクメルリを食べたいと思います。これ美味しそうですね。なんか今、なんか去年販売されてもすごく話題になった商品みたいですね。その時はあんまりチェックしなかったんですけど、その後いろいろ話題になってきて食べたいなと思った時にはもう終わってて、で、今日から復活したということなので思い切って購入してまいりました。で、なんか注文の書類ではこういうアルミ鍋もつけてくれるんですね。これでお鍋で温めてくださいということなんでしょうけど、結構お店が近かったのでまだもう電子レンジもかける必要はないぐらい温かいので、このままいただきたいと思います。で、なんかちなみに今ご飯が大盛り無料でなっているということなので、せっかくなので大盛りにしてみました。このアルミ鍋はちょっとまた個人的に使わせてもらいましょう。それでは、いきますよ。クリームシチューみたいですね、これ。でもシチューともちょっとニンニクの香りが結構効いていて、お肉もゴロゴロ入っていて美味しそうですね、これ。それではお肉からいただきます。シチューともグラタンとも違うホワイトソースの新たな麺を見られる料理だな。こういうの本当に美味しい。肉は相当に旨味が効いていて、噛んだ瞬間にふわっとその旨味が広がってきましたね。で、クリームシチューともまた違ったニンニクの香りがよく効いているクリームソースで、それがご飯に絡むとまた美味しかったです。じゃがいもじゃなくさつまいもなので、ほんのり甘みもあって、それもまた良かったですね。もう本当に美味しかったです。話題になるのも納得ですね。これは本当にすごいと思いましたので、もうちょっと早く食べてもよかったなと思うような気持ちにもなりつつも、こちらの点数とさせていただきます。でもやっぱりこういうの食べたくて甘いものが欲しくなってくるな。そう、というわけでチャンネル登録よろしくお願いします。はい、出ました。ファミリーマートのいちごスイーツと食べる牧場チョコ。このいちごスイーツは本日1月19日から発売されたやつでした。で、この食べる牧場チョコもずっと食べたかったんですが、なかなか買えなくて、今日ようやく買えたので食べてみますね。で、まあ、アイスが溶けちゃうのでと言いたいところなのですが、なんかこのクリームがすごいらしいですね。なのでいちごのパンケーキのクリームをちょっと先に堪能したいと思います。あー、ちょっと持ち帰ってくるときに、でもまあいいか。ちょっとセロハン開けると、おお、いい感じにとろけていきましたね。おっとっとっと、これ下に何かしとかないと大惨劇だな。というわけでちょっと、あーっとっと、はい、出ました。ファミリーマートのいちごスイーツと食べる牧場チョコ。このいちごスイーツは本日1月19日から発売されたやつでした。で、この食べる牧場チョコもずっと食べたかったんですが、なかなか買えなくて、今日ようやく買えたので食べてみますね。で、まあ、アイスが溶けちゃうのでと言いたいところなのですが、なんかこのクリームがすごいらしいですね。なので本当甘酸っぱくて濃厚、いちごのパンケーキの甘さも程よくて美味しい。こういうのをこれから先に説明してみたいな。でもまあいいか。ちょっとセロハン開けると、おお、いい感じにとろけていきましたね。おっとっとっと、これ下に何か敷いておかないと大惨劇だな。というわけでちょっと、あーっとだ、では、このいちごクリームがとろーっと溶け出たいちごのパンケーキからいただきます。おー、生地はちょっと
こんな感じにしっかりとなってますね。では、まずこのいちごのパンケーキはミルククリームがふわーっとかかって、見た目も鮮やかで、もちろん中のパンケーキの食感もしっかりあるんですが、何よりも中にいちごの果肉まで入っていて、ちょっと不意をつかれたというか、そういう感じもありました。甘酸っぱさでよく合っていて、とっても美味しかったし、意表もつかれたので、こちらの点数とさせていただきます。続きまして、こちらの食べるの牧場ミルクチョコ、いや違うわ、食べる牧場チョコだ。で、こちらは下のチョコレートのアイスが濃厚で、上のさっぱりとしたバニラアイスとよく合っていましたね。あれ、両方とも濃厚だったかな。でも下のチョコレートの味もしっかり感じられて、これも美味しかったです。食べる牧場シリーズは本当にハズレがありませんね。というわけで、これもこちらの点数とさせていただきます。続きまして、こちらのいちご大福風アイス、確かにお餅やこしあんも入っていたんですが、大半がミルクアイスなので、ちょっといちご大福とは違うかなって思いましたね。いちご大福だったら、ちょっともうちょっとお餅を増やすなりして、もちもちとした食感を味わいたかったですね。なので、ちょっと言ってるのが違う、思ってたものとは違うかなと思いましたが、フリーズドライの、いやフリーズドライじゃないか、冷凍のいちごが入っていて、また違った食感を味わえたのは良かったと思いますので、これはこちらの点数とさせていただきます。そして最後のこのいちごミルク大福、これは一口で入る程よい大きさの中で、まあ、自分だけかもしれませんが、噛むとミルクの甘さといちごの甘酸っぱさがうわーって広がってきて、まるで練乳いちごを大福に入れたような味わいがあって、これも美味しかったです。次は練乳ミルク大福とか作ってほしいな。というわけで、ただ大福なんで、あんこを入れてもよかったかもっと思う部分ちょっとだけ出てきてしまいましたので、こちらのテストさせていただきます。ファミリーマートのいちごたち、そしてアイス、そして何よりも松屋のシュクメルリですね、本当に美味しかったです。それでは、カツオかな、ブラックホール元気ほど、ブラックホールみたいに何かを吸い込んでいくカツオ、ちょっと想像したくないですね。いかがでしたか。これが日常演舞の食音日記の新たなオープニングとエンディング、アイキャッチ、そしてそれを入れたレビュー動画です。今後はこの形で心機一転とまでは言いませんが、これまで以上に頑張って投稿していきたいと思います。まあ前のエンディングとかオープニングおよび解明、つまり解明前に作った動画もまだまだ相当数あるので、しばらくはこっちの方がちょっと不定期になるかなという気もしますが、その点はどうかご了承いただけますと幸いです。というわけで、本日はここまでにしたいと思います。報告も含めて、皆さん、これからもこれも日常演舞の食音日記をよろしくお願いします。この動画をコメントしていただけると、チャンネル登録していただけると、高評価をしていただけると、そして新たな名前を覚えていただけると本当に嬉しいです。それでは演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。